内閣総理大臣夫人は、日本の内閣総理大臣の妻。海外の例に習い、ファーストレディとも呼ばれる。なお、2021年現在、日本の歴代内閣総理大臣はすべて男性であり、内閣総理大臣が女性で、配偶者が男性である場合の故障は存在しない。内閣総理大臣夫人は、内閣総理大臣の配偶者であり指摘パートナーで、 あるが、首相の外遊への追放や、災害被災地の慰問、文化事業の視察、運動競技の参観、来賓の歓迎行事や晩餐会などへの随伴、また、首相の名代として参加することがある。しかし内閣総理大臣夫人は、公職ではなく、その公的活動の根拠となる法律も存在しない、ため、日本を代表して、公的行事に参加することに対しては、議論がある。 日本では首相夫人の活動をサポートする予算や法律は特に存在しないが公的な活動にかかる費用については国家公務員等の旅費に関する法律等の法律に基づいて財務省が定めた運用方針に従い拠出される。第一次安倍内閣では首相官邸を拠点に活動する安倍晋三首相と首相皇帝を拠点にファーストレディとして 積極的な活動を見せた秋江夫人との連絡調整を主な任務とする首相皇帝連絡調整官が設けられ首相夫人をサポートする体制が整えられた。次の福田内閣にて廃止されたが第二次安倍内閣が発足すると内閣総理大臣夫人付として復活した。日本では総理夫人の活動が大きく報道されることは少ないが公的な活動に 積極的に参加する首相夫人も少なくはなく、ジャパンズファーストレディの故障とともにメディアに露出する機会も増えつつある。第3次、安倍内閣では2017年3月に内閣総理大臣夫人は公人ではなく主人であると認識しているとする答弁書を閣議決定した。ありがとうございます。